以上の通り、舞台及び各演出装置の修復には3ヶ月を要するとのことです。なるほど。クリスマス公演は絶望的、そういうことね。はい、残念ですが。しかしスミレ様、公演ができなければ修理費すら。分かっているわ、対策課だ。さくら。そう、正直まだ。そうしてあげて。わかりました。さくらが元気出せって。さくら、こんなとこ聞こえてんだろ。さくら、神宮寺だか新聞紙だか知らねえけどよ、お前はこんなとこでくじけちまうよ。マツオに。あ？わかるわけない。さくらだと？やめえや、二人とも。さくらさん、いいさ。ハツホちゃんもやで、もうちっと落ち着く。知るかよ。ハツホ。お疲れ様です、小町さん。さくらは？見ての通りやな、一言も喋らへんわ。でも、ハツホとはさっき言い合いしてたな。ちょっとびっくりしたわ。そうですか。それで、落ち着く見込みは？さあな、ことが心の問題や。いつ落ち着くとか、どうすれば治るとか、そういうのは分からへん。今はただ休めとしか言いようがないな。なるほど。しかし、人は見かけによらへん。いや、そん冗談や。多少の怪我はしゃあないやろうけど、あんまり。心得ています。ほんならええ。さくら、話があるんだ。さくら、お願いだ。少しだけでも話を聞いてくれないか。さくら。今はそっとしといた方がええ。小町さん、さくら。うん、それはそうと、ハツホ。せや、さっきのあれ、ちゃんとフォローした。はい。
どなた？アナスタシア？キャプテン？どうしたの？警報も鳴っていないのに。いや、俺はスミレさんから暗号の確認をするように言われて。で、そうだった。よくここに入れたね。どこで新しい暗号？私が来た時はまだ前のもので入れたわよ。あ、そうなんだ。ちょうど切り替えのタイミングだったのかな。キャプテン？どうしたんだい？そんなに簡単に納得して。私がもしスパイだったらどうするの？え？アナスタシア、スパイなの？そんなわけないでしょ。時には人を疑うことも必要と言ってるだけよ。確かにそれはそうかもしれないけど、具体的にどうすれば？いいわ、ちょっとだけ私が訓練してあげる。怪しい人がいた場合はまずは尋問よ。私を侵入者だと思って。さあやってみて。なぜ暗号を知っていたんだ？花組隊員はまだ知らないはずだ。さっき言った通りよ。私が来た時はまだ前の暗号だったの。誰に命令されたんだ？黒幕は誰だ？この世界的スターに命令？私に命令できるのは私だけよ。
何を探していたんだ。お前の目的は何だ。言え。別に目的なんてないわ。作戦司令室に誰かいないか見に来ただけよ。まあこれだけ質問できれば上出来ね。次はボディチェックよ。さあくまなく調べてみて。背中は全部見えてるはずよ。ちょっと考えすぎね。訓練だから仕方ないけど、あまり見ないでもらいたいものね。そういう可能性もあるけど、私のこの髪の長さじゃちょっと難しいかしら。さすがにそんな目立つところには隠さないわ。ちょっと直球すぎるわね。キャプテン、それ以上続けると怒るわよ。なかなかいい発想だわ。でも口に物を入れていたら話せないわ。嫌がられてもやる。調査には時にそういう強引さも必要ね。いろいろとためになったよ。でもこの辺りでやめにしよう。訓練とはいえアナスタシアを疑いたくないからね。そうね、ごめんなさい。ちょっとやりすぎたわ。この魅力を保つのも結構大変なのよ。胸が大きいのも考えものね。あまりジロジロ見るのは紳士的とは言えないわね。調子に乗りすぎたわね。気分を悪くさせたかしら。いや大丈夫だ、気にしないでくれ。でもこんなにノリノリなアナスタシアは珍しい気もするな。そうかしら。ちょっと楽しかったからかもね。この銀色の髪、舞台映えするから私は気に入ってるわ。こんなところにポケットがあるんだ。あまり気にしたことはなかったけど。アナスタシア。キャプテン、さっき言ってくれた言葉覚えてる？俺何を言ったっけ。疑いたくないって言葉、本当に嬉しかったわ。世界の劇場を渡り歩いてきたけど、こんなに信じてくれたのはあなただけ。本当に嬉しいわ。その目で見つめられると裸の自分を見られてるみたい。私の気持ちもう分かってるんでしょ。ああ、何も言うな。目を見れば分かるよ。なんだか恥ずかしいわ。でも嬉しい。胸の奥が温かい。ねえ、この気持ちは何なのかしら。
触ってみないとわからないな。触れるのはダメよ。でもいつか恋するあなたになら。好きよ。愛してるわ、キャプテン。アナスタシア、ちょっと待った。これ以上は。なんてね。冗談よ。え、嘘。もしかして今の演技なの？これでも世界的女優よ。これぐらいはできないとね。そりゃそうだよな。でもすごくドキドキした。相手を信じて本気で接してくれる、それはキャプテンのいいところだけど、そんなんじゃ悪い女に騙されるわよ。そうだな、肝に銘じておくよ。じゃあね、キャプテン、楽しかったわ。クラリスたちはまだかかりそう。いいわよ。それじゃあ作戦開始よ。
はまだまだ続きそうよ。撃滅したぞ。ありがとう、アナスタシア。もうねえ、キャプテン。このまま二人で。悪くない。最高の舞台だったわ。
おお。神山。治兵衛ゆかりの曽我。自分で学べという演目の中で描かれるのは、彼は曲がったことが嫌いなせこのような人物のことをこの国では。それは確か。神山聖人。なるほど。まあできる男なのだ。もし私がこの治兵衛という演目を好きな文化と風習、歩んできた歴史、贅沢で優れ。なるほど。なんだか説明した甲斐があったな。神山君。ええ、そうですね。いや、今日は了承じゃよ。まあ、アザミならよくやってくれていますよ。それは何より。てそういえば以前ヤッタンサイさんはアザミ、あれは本気だったんですか。うん。それで忍びの道を諦めるのなら、忍びとして生きようとすれば、それを助けてくれる者は誰もおらん。人に言われて揺らぐような決心。そういうことでしたか。今神山君、これからもいい。
なんだ、案外元気そうだな。なんだよそりゃ。いや、さくらにあんなことを言われてさすがにへこんでるんじゃないかとね。のことでこの初子ちゃんがへこむわけねえだろ。それとも何かい、心配でもしてくれたっつうのか。そりゃあもちろん。心配したに決まってるさ。腹を立てた初穂がどこか。まっていうか私のことちょっと愚痴ってうまいかしたけど、初穂だって。私がいろいろさ、さくらのこと初穂は初穂でちゃんと背負って押せやい。それはそんなんじゃねえよ。それだけだぜ。とにかくさくらは絶対戻ってくる。信じてるんだな。当たり前だろ。なあ、あいつはそういう時って休憩か。